さん、こんばんは。ようこそディーバップをお越しくださいました。ありがとうございます。本日は、4月に発売しました私のサードジャズプロジェクトのアルバム The Piano Story のレコ発ツアー、日本全国ずつ裏裏、4月から回ってきたんですけれども、本日8月18日をもって千秋楽となります。ようこそ。ありがとうございます。このもう本当に素晴らしい、大尊敬する先輩お二人、もうでももはやもう戦友みたいになって、勝手にようちゃんとのりちゃんとか呼んでますけど、でもリスペクトを込めて改めてご紹介したいと思います。オムレツ井上陽介。そしてオンドラムのりたけひろゆき。日本全国いろいろなジャズクラブで演奏させていただいて、やっぱり毎回違う現場で皆様の空気も違うし、現場の音響も違うし、全て違う中でこう同じ楽曲でもジャズはこうアドリブといってこう即興演奏していくので、本当にその場の空気をいただきながら演奏する音楽なんですね。なので本当に開けてみて、今日どんな音楽が生まれるかっていうことにワクワクと同時にドキドキ緊張感を持ちながら毎度挑んでいるわけですけれども、今日はまあ千秋楽ということで、今回のアルバムの曲たちのシリーズライブは今日で最後なので、一つ一つの楽曲いろいろな思い出がありますけれども、それをすべて噛み締めながら大事に演奏していきたいなと思います。今日の1曲目と2曲目はこれはもう本当ツアー中この流れでずっと始めておりました、私の2つともオリジナル曲で、アップドラフト、これは上昇気流という意味です。そしてバブルバスストーリー、お風呂大好きという子供の頃に母親に読んでもらった、絵本からインスピレーションを受けて作ったオリジナル曲でした。ではっていいですか、続いてもう1曲私のオリジナル曲で行ってからの、今回は、このアルバムの曲以外の曲も少しやらせていただいてるんですけれども、じゃあ続いて紹介しちゃおうかな。続いての曲は、私のオリジナルワンナイトラブ、意外とこのツアーであんまりやらなかったんですけど、この最後の千秋楽ではぜひちょっとワンナイトラブをかみしめたいなと思ってお送りします。そして続いて、このツアーでは私の大尊敬するこのお二人の曲をやらせていただいているんですけれども、野辺陽介さんのアルバムネクストステップからネクストステップという陽介さんのオリジナル曲、めちゃくちゃかっこいいんですが大変難しい曲でですね、毎度緊張感を持って挑みます。今日も漏れなく多分陽介さんのアルバム置いてあると思いますので、かっけーと思った方はぜひ思わなくても買ってください。はい、陽介さんのもれなくサインがもらえると思います。ではワンナイトラブ、そしてネクストステップ2曲続いてお送りします。
Thank you.
ノルタケヒロキョンさん、井上陽介おめで陽介さんのオリジナルネクストステップでした。もれなくお買い求めください。じゃあ、このアルバムの曲に戻りまして2曲お送りします。こちらは私のオリジナル曲とジャズスタンダードなんですが、続いての曲はこのアルバムにしては、とてもしっとりした曲が2つぐらい入ってるんですけど、そのうちの1個が私のオリジナル曲で、私9月生まれなんですけど、なので秋がすごく好きで秋の曲を結構書いてるんですけれども、続いての曲はセプテンバーウィンドという曲です。実はですね、今回のアルバムザピアノストーリーは、去年末12月22日と3日に2日間で撮ったんですけど、2日間で22曲撮ったんですね。実はで今回のアルバムは10曲収録しております。ということはあと11曲の行方はいかに、なんともうこれ何回もやってるからさ、もうなんかまたかよって思われてそうなんですけど、すいません。はい、何回でもやらせてください。実は10月11日に続いての自作が発表されます。皆さん口固いですか？口固かったらアルバムタイトル教えてあげるね。誰も SNS でつぶやかないと約束をしてくれるなら教えてあげます。はい、固くないっていう人。どうする、やっぱやめとこうか。僕らも知らないですよ。そうだよね、はい、そうだね、はい、そういえば言ってないわまだ。いやいや、やめとこう、やっぱりやめとくね。あ、そうだったそうだったそうだった、間違えた。ヒントは次の作品はですね、このピアノストーリーにすごく対照的な、結構しっとりした秋のこう夜長にぴったりの、大人なジャズという感じの曲のバラードとかが多めになっているので、本当に自宅で心地よく聴いていくのいただくのにぴったりかなというアルバムに仕上がりました。多分ね、もうあと1ヶ月以内には情報公開をして、先行発売が来月末ぐらいに始まるんじゃないかなっていう感じのスケジュールです。ということはもしかしてまた北海道に来れるかもしれません。これを言いたかっただけなんですけど、はい、もし来れた場合にはね、皆さんまた遊びに来てください。てなわけで、じゃあこのステージはあと2曲お送りしたいと思います。私のオリジナル曲のセプテンバーウィンド、そしてもう1曲アルバムに収録をしているジャズスタンダードのちょっと超絶技巧なアレンジになってます、オン・グリーン・ドルフィン・ストリート、2曲続いてお送りします。Thank you.
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 がとうございます。セカンドステージ。1曲目は、皆さんがご存知の有名なジャズスタンダード Take 5、 これは、私のファーストアルバムセレブリティスタンダードに収録をしている、バージョン、ハウスミュージックバージョンでお送りしました。続いては、今回のアルバムに収録している2曲お送りしました、ベサメムーチョというジャズスタンダード と、ショパンの、難曲ですね、スケルツを1番OP20 番の、高木節変態ジャズアレンジでお送りしました、はあ、なんかもうやり終えた感すごいんですけど、ね、もういろいろなドラマがこの旅でありましたけれどもね、今日本当に泣いても笑ってもこのトリオでのこのアルバムのツアーは、最終日なので、でもなんかこう出し切ってるね私たち今日なんかいろんな日があったんですよ。うわ今日はダメだったねとか良かったねとか、今日はそこはだってねっていうね話をいっぱいしましたね。こう終わってからビール飲みながら、ビールがまずい日もあれば美味しい日もあって、今日は美味しく飲みたい、でも今日は多分どんな映像になっても美味しく飲めるはずです、何しろ暑いから皆様ありがとうございます。一緒にてか暑くないこれ今日、私たちだけじゃないですよね、やっぱ客席も暑いですか、これはもうこれ以上は涼しくならないんですかね、夏設定なんですかねなんかでもやっぱ東京よりは若干涼しくね、窓を開けて昨日あのクーラーを止めて寝たんですけど、ね、なんか涼しく寝れちゃったんですよ、うすごいな北海道って思って、ナチュラルなんて言うんですか、ナチュラル健康志向んよくわかんないあのね、美味しいものこの後いただけるのかどうか、でもなんか大体ライブ終わるとどこもやってないんですよね、まあビール飲めればいいかはい、そんなわけで、先ほどのステージでは井上陽介さんの素晴らしいめちゃくちゃかっこいいネクストステップという曲をお送りしましたけれども、このステージではドラムの則武博之さんのオリジナル曲を演奏したいと思います、このツアー中ずっとこの2曲、陽介さんのもう1曲ありましたけどね、なぜかこっちに定着した途中から、はい、則武さんのこれは多分2000年頃の T スクエアさんに在籍されていた頃にの則武さんのオリジナル曲で、とても本当に美しい曲で大好きなんですけど、ユーロスターという曲をお送りして、そして、アルバムの曲、アルバムに今回のアルバムに唯一収録しているバラードマイフーリッシュハートをお送りして、で、アルバムの曲ではないけれども高木のトリオのライブでは絶対最後に演奏している曲があって、月と太陽ルナソルという曲で本日は一旦締めさせていただきたいと思います。では則武博之さんのとても美しいオリジナル曲ユーロスターからお送りします。Thank you.
Thank you.
Thank you.
高木涼子でお送りしました。千秋楽までありがとうございました。じゃあ、最後にこのアルバムのラストに収録している私のオリジナル曲を演奏の前に写真を撮りますかの前に、もうなんかこのねツアー中恒例になっていたんですけれども、こちらから撮らせていただいてから皆さんに撮っていただきたいと思います。ではお二人ともちょっと前に集合
なので、ちょっとうまくまとまった。本当にもう、お二人とも本当ありがとうございました。そうですね、ライブ、特にライブハウスで演奏するって機会があんまりここ10年ぐらいなくて、なんかこうホールだったり、そうですね、明日同心ホールってホールですね、同心ホールって、はい、でもぐはい、ジャム時間にぜひ僕らのもう別にでも。はい、でももうね、2人とも北海道に移住するんだよね、これを機にね、はい、もう決まった、はい、でも本当にまた来れる、ちょっといつっていうのは決まってないですけど、多分ここにリオ子さんと戻ってくることになると思いますけど、みんな来てくれるかな？なんで俺だけマイクで喋ってんの？ちょっといろいろ忙しくてですね。自分のトリオとか、あと年末に向けてちょっと他の毎年、はい、絶対来ましょうね。はい。他の人の時はみんな来なくていいですからね。何それみたいな。何それみたいな。そう、来てください。他、そうですね。他、いつも素晴らしいベースの人がやってるので、ぜひね、来ていただければありがたいです。僕いない代わりに僕の CD を買ってくれれば。いないけど CD は売ってる感じのなんだそれ。ネクストステップやっときます。なんかこうそれで写真を写真をなんか死んじゃったみたいなそれだと。いやいや、でも本当また来たいと思ってます。お願いします。Thank you.
サイン会やるので、ようちゃんのシーリーもあるので買ってね、会いに来てね
ありがとうございました。